さあというわけでやってまいりました、今安のケミハマ二十歳超えということで、前回あまりにも中途半端なところで終わったのでね、はい、ちょっとまあ続きなんですけど、まあ、とにかく幻の名曲と言わせていただきましょう。まず自分たちなんですけどまあその幻の名曲スタンドっていう曲がありまして、はい、まあ、別に俺ジョジョのを読んでたからスタンドとかそういうんじゃないんだけど、はいはいはい、その曲についてってことでしょ。で、うん、その曲はもう忘れられないと、はい、でも逆に言うと、はい、その曲を録音してて今でも聴いてて、はい、それでもいい曲だって思ってるなら、例えばライブをさ、はい、本当はいけないけども、はい、別に何したっていいけど、はい、ライブ中のやつを MD とか、ね、はい、カセットとか、はい、まあ、あいんで撮ってて、はい、録音しててそれを聴いてて、はい、何度も何度も聴いてて、はい、それでもいいと思ってるならまだ分かるんだけど、はい、うんうんうん、正直そこまでいい曲だったかなっていうのは俺は思うけどね。でもなんか思い入れもあんのかな、その時の。まあそうかもしれないです。でも意外とその自分たちではそこまでって言って持ってたのが売れたり評価が高かったりするのも、まあ、まあ、あるあるですよね、バンドだったら。それはあるね。あれどうだったかな、コード。これは今コード探し中で。D だったような気がするんだけど、歌い出しは D だな。かけた靴のかかと B マイナーだな、これ。まだそう合ってると思うんだよ。あとこう。ちょっとそこからメロディーもうろ覚えになってきてる、うん、でもね、歌詞覚えてるの。とにかくかけた靴のかかと、俺その時かかとって言葉にすげえこだってて、それでかかとでいっぱい書いてんだよね。あ、おテーマ、うん、かかとっていろんなところで使う。うーん、でなんかあの俺自分の歩き方での癖で、うんうん、かかとがね、あのね、かけちゃうのすぐ。あ、僕も同じですね、はい、で同じ靴2足買う羽目になったりする、はいはいはい、気に入ってるもんだと、はい、でね、それそのかけた靴のかかと見た時にすげえくたびれてるなと。だから、はい、歌でそれなんだよ、まさに、かけた靴のかかとくたびれていたみたいな感じなの。でその時、ま、もうすげえこだわってたんだけど45度傾いて、はい、はい、あくびを噛み殺すっていう確か A メロなんだよ。へー。でその45度っていうとか角度の問題って、人間の立ってる時の趣の、はいはい、この角度にもすげえこだわりがあるの俺。でそれは遠回りで出したの。あ、微笑んで45度下を向く君はっていう、でこれは出したの、はい、でだからやっぱりこの頃にもう自分の世界観みたいなの出来上がって、でスタンドっていう歌のテーマはサビが確か絶望のすぐそばでみたいな歌、うん、ポップなんだよすごい、崖っぷちでも笑うみたいな、ファルセットが入るの、でこれ遠藤くんのキーだからすっげえ難しいんだけど、あのボーカリストのファルセットってすげえ簡単なんだけど、遠藤くんの癖のファルセットだから、その作曲の、うん、そうすごい難しいの。だから傭兵とか、この間も大森傭兵と一緒にやった時に、傭兵のファルセットの歌やったらすんなり出るわけ。はいはい。だやっぱり歌い手の、歌ってる人間の分かりやすいコード感の中でファルセット行くなら超簡単なんだよな、うん、っていうのが、そのだから絶望の淵にいるけど、はい、僕は俺はここで、今も笑う立っているみたいな歌のでもなんかあれですね、うん、割と当時にしてはちょっと斬新なぐらいストレートな、うん、なんかこういうのもありかなと思って書いたやつの一個だったんだね。じゃあすごくその人に入ってきたんでしょうね、ガッと。そうだね、だからそれあの曲はもうやんないんですかみたいな何人か言われたことあるんだけど、そのスタンドですか。そう、ーちょっとだからあれなんだろうな、あんまり聞いたことがないスキップカーズに聞こえたのかもしれないな。だからそういう意味ではなんか近いようなメジャーセブンス系のコードを使っているっていう意味では、うん、今度のアルバムにも意外なのが2曲ぐらい入るんだけどね。で今回もだから最後の最後まで迷ったのは、はい、それこそまあこういうふうにメールがくれる人とかじゃなくて、はい、それこそもう完全なアマチュアの頃の人じゃないとわからないような、はい、あのそれこそスキップカーズの今俺が聴いたら涙を流しそうな、もう時間がなくて2日間で7曲ぐらい撮った、デモテープ、はい、そのデモテープの中の1曲をちょっとやってみねっつって遠藤くんがリアレンジしてくれてちょっとやったんだよね。終わりです。え終わりです。終わったの、はい。